ぬいぐるさんで過ごします。今日はカフェの中で過ごすんではなくて、まつげでイグルーを作りたいと思います。行ってきます。雪が落ちてます。そこがしですが、なんと普通の雪じゃないです。品質ふわふわサラサラの雪の下はよく閉まった雪です。さて、この景色を見ながらイグルーを作ります。わあ、夏は田んぼです。この山、イグルー作りに使うのはスコップと刃渡り30センチのノコギリ、そして防寒テムレス手袋です。まずは丸く円を描きます。丸く丸い上のふわふわ雪をどけたら、まずは一つ目のブロックを掘り出します。はい、とりあえず1段目が斜面にできました。2段目ができました。2段目は1段目よりもちょびっと中にせり出してるつもりです。関田山脈が綺麗だな、絶好地。そして次なる3段目は細長いブロックを取りたいんですが、軽型の雪はないので、さてどうしたもんかなって思っています。だいぶ屋根が小さくなりました。今日は軽型の雪はとても取れそうもないので、下から取るのではなく隣から取ってます。ブロックは刃渡り30センチのノコギリで、30センチ、高さも30センチで切ってます。はい、下もしっかり切り込みを入れて、あとはスコップで掘り出します。3段目以降、上に乗せるブロックは大きいと重たいので、取ったブロックを雪の層に合わせて半分に切ります。ほぼほぼ天井も上手に埋まった